どうせならみんなで手分けして探しませんか。その方が早く何かつかめるかもしれませんよ。そうだな。それじゃみんな、それぞれのカードが示す場所へ行ってくれ。何か見つけたらバッジを使って連絡しろよ。くれぐれも危ない真似すんじゃねえぞ。了解。俺はクローバーの8。僕はクローバーの6です。私はダイヤの4。灰原、お前はどうすんだ。私は遠慮するわ。じゃあこのカードは俺が持っていよう。手品師のじいさんからもらったカードだ。ライオンの絵が描いてある。あれ、このライオン鍵をくわえてるぞ。何か意味がありそうだな。残りは変な絵のカードか。じゃあみんな気をつけろよ。少年探偵団出動。おお、灰原、お前は俺と来てくれ。いいわよ、どうせ暇だし。この音は携帯電話か。館の中から聞こえるってことは、あのロー手品師の電話か。まいったな、人の電話に勝手に出るわけいかねえし。あのロー手品師は救護の人に運ばれちまったしな。でもやっぱり気になるな。行ってみるか。どうするの工藤君、電話あのローテージなしのでしょ。ああ、悪い灰原、ちょっと待っててくれ。セーブするかい。この近くにありそうだ。しまった、切れちまった。この近くにありそうだ。しまった、切れちまった。よし、あったぞ。撃つの用意はできたか、パンドラのじいさんよ。だんまりか。まあいい、約束の時間まではまだあるからな。また後で連絡する。誰だ、もしかしてさっきあのじいさんに電話をかけてきたやつか。またかかってくるかもしれない。こいつは持って行った方が良さそうだな。ハートのキングはと。パンフレット持ってるんでしょ。ああ、そうだった。これを見れば施設の配置がわかるな。閉園時間が書いてある。園内の地図だ。これを、ここがハートのキングの場所か。
なるほど、フレンドランドとアスレチック広場の先にあるのか。分かったぞ灰原、あっちだ。あら、落とし物かしら。子供のバッグみてえだな。名前は書いてないの？持ち主が分かるようなことどっかに書いてねえかな。うん、ここに書いてあるわ。手書きね。 ABE 阿部って名前の人？そうかもな。工藤君、まだここでやることがあるんじゃないの？工藤君、まだ。工藤君、工藤君。落とし物かしら。ん？子供のバッグみてえだな。名前は書いてないの？持ち主が分かるようなことどっかに書いてねえかな。うん、ここに書いてあるわ。それだ、多分持ち主の名前だな。わざわざローマ字に変換して名前を書くなんて、きっとこの子アルファベットを覚えたてなのね。そうかもな。それにしてもローマ字変換か。とりあえず近くの係員に届けておくか。そうね。係員の姿が見当たらないわ。仕方ねえな、他の場所に行ってみるか。そうね。係員の姿が見当たらないわ。仕方ねえ。そうね。係員の姿。仕方。そうね。すみません、これ落ちてたんですけど。あら、ありがとう。落とした人もきっと探しているはずだから預かっておくわ。ねえねえお姉さん、ここでは何をやってるの？ここではね、動物を放し飼いにしてあるのよ。へえ、どんな動物がいるの？ポニー、ウサギ、ヤギ、それと犬よ。楽しそうね。動物と仲良くなるともっと楽しくなるわよ。ねえ僕たち、動物たちと遊んでいかない？ねえねえおね。へえ。ポニー、ウサギ、ヤギ、それと犬よ。一番人気の動物は何？それがね、一番人気は犬なのよ。へえ、犬なんだ。確かに犬はペットとして身近な動物だけど、
最近の住宅事情を考えればそれもありえるわね。そうなの、大きな犬は特にね。そうそう、ここにいる犬は特別なしつけをしてるのよ。いい？ちょっと見ててね。ランディ、ダッシュ。でっけえ。この子はセントバーナードのランディ。体は大きいけど、とっても人懐っこいのよ。へえ、ランディダッシュって指を指すだけでその方向にダッシュするんだ。そうよ、小さい時からちゃんとしつけてあるから。お利口なんだね。これなら一番人気なのもよくわかるよ。でもダッシュさせた後はどうするの？声の聞こえないところまで行ってしまったら困るんじゃない？それは大丈夫。どうして大丈夫なの？この犬笛を吹けばすぐに戻ってくるようにしつけてあるのよ。なるほど、犬笛か。確かにあれがあるなら大丈夫だろうな。どう？僕もやってみる？あ、いや、ごめんなさい。僕たちちょっと急いでるんだ。また後で来るよ。わかったわ。いつでも遊びに来てね。へえ、アスレチック広場もあるんだ。ここからの眺めってなかなか気持ちいいわね。ああ、そうだな。向こうには動物園の檻も見えるわ。こっちは土手が迫っていて、あんまり眺めは良くないわね。せり出してる上に結構高さがあるな。何か作るつもりなのかしらね。そうかもしれないな。ねえ工藤君、おかしいと思わない？え、なんだよ急に。あのローテージなしのことよ。あのじいさんがどうかしたのか？あの人普通じゃないわね。お前もそう思ってたか。わかるの、なんとなくね。ああ。今はここを調べる必要はなさそうだな。今はここを調べる必要はなさそうだな。今はここを調べる必要。
ここがハートのキングの場所か。あら、このライオンの檻、新築なのね。ああ、そうみたいだな。この縦札のライオン、カードと同じ絵柄だ。キングがライオンなんて、単純な発想だわ。ふふん、確かに。でもここに何かあるはずだ。ローテジナ氏が本当に伝えたかったことに手がかりが。あ、このマンホールの蓋、何か書いてある。あら、ライオンの絵が彫られているのね。結構凝ってるじゃない。そうだな。でも他に意味はなさそうだ。ライオン像の移転予定場所か。ということは、どこか別な場所からここへ運んでくるってことね。ライオン像の移転か。ライオンって、もしかして。ここで得た手がかりをもとに推理するか。今はここを調べる必要はなさそうだな。ライオンって、もしかして。ここで得た手がかりをもとに推理するか。ライオンって、もしかして。ここで得た手がかりをも今はここをし、ここが人気のパンダの檻か。博士まだ並んでるのかな。今はここを今はここを調べる必要はなさそう。ライオンって、もしここで得た手がかりをもとに推理するか。